皆さんは何をしてましたか？あ、ワンピースですか？そう、ワンピース。今日はね、花柄のワンピースを着てて、よくメンバーにも花柄のワンピースのイメージが強いって言われてますね。仕事してた。お疲れ様。最近どうよ。 最近どうよはね、そう、アヤティさんの昨日の宿題でね、もらってるから、また最後の方にやろうと思ってる。ワンピース似合ってます。お、ありがとう。お仕事だった。お疲れ様。そう、明日からなんとアンダラ。明日からアンダラ。なんか実感があまり湧かなくて、ちょっと今心配もあるし、楽しみが8割ぐらいで、心配が2割ぐらい。 8対2ぐらいかなって感じ。そう、アンダラスタート。多分ね、現地に来てくれる方も、今回行けないよっていう方も、心でなんか応援を送ってくれたら嬉しい。期待してます。お、頑張ります。ありがとう。明日も明後日も行く。お、東京2日間。ありがとう。明日行く。ありがとうございます。そう、結構ね、今回そんなに会場がすごいたくさん人数が入るわけじゃないから、2階3階席も結構見えるかなって思ってます。ミンゴのこと応援してます。お、ありがとう。嬉しい。新大学、そっか、4月だから結構新しい環境にね、なってる方も多くて、多分なんだろうな、それこそ大学生になったよとかね、高校生になったよとかもあるし、新社会人とかもね、結構の方も結構いると思うので、皆さん一緒に頑張りましょう。 ハマスタ、あ、そう、こないだ日向坂さんのライブに行かせていただきました。土曜日かな、土曜日に行かせていただいて、もうすごかった。 なんか本当に素敵で、隣に松尾ちゃんと一緒に座ってたんだけど、すごい、研修生時代にやらせていただいた曲の時に松尾ちゃんパッて見たら、2人ともちょっと踊ってて、意外に覚えてるもんなんだなーって思って見てた。そう、ハマスタすごかった。本当に感動もしたし、楽しかったし、すごい心を動かされる、そんなライブで、もう「ジョイフルラブ」っていう曲の虹色とかもやっぱりすごい素敵でした。そう、パルがね、あ、パル、そう、山口晴世ちゃんが、その中で演出で始球式をしてて、それがすごかった。そうだね。ということで、じゃあ乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は桜の花びら作りです。 ピンクの紙1枚をなるべく細かくハサミで切って、桜の花びらを作ります。制限時間は15秒です。シールの中で最も桜の花びらを作れた人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。ということで、今日はまだね、火曜日だから月曜日のあやてぃさんしかないんですけど、あやてぃさんは11枚ですね。私はじゃあ12枚を目指します。はい、いけるかな。15秒で12枚、1秒で1枚は作んなくてもいいけどってことか。どうやって作るんだろう、難しいな。でも桜の、そうだよね、花びらを作って、花びらになってない大きすぎる紙とかカウントされないみたいなので、ちゃんと正確にいこうかなって思ってます。お、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。頑張ります。そう、最近なんか乃木曜日選手権全然勝てないから、多分5回ぐらい連続で勝ててないから、今日こそは12枚頑張りますということで、ちょっと待ってね。これとこれでしょ。あ、これケースつけてくださってました。これとこれを切って15秒でしょ。12枚にしたいから頑張ります。どうやってやるのが正解か分かんないけど、
はい、じゃあ15秒。ちょっと待って、緊張してきた。なんかすごい緊張する。なんでだろう。いきますよ。なんかあんだらぐらい緊張してるんだけど、何これ。いきます。よーい、やばい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 よやばいよやばいよ。私そんな作れないよ、そんな作れないよ、そんな作れないよ。はい、ということで終わりです。私が作ったのはですね、1、2、3、ちょっと待って、1、2、3、あ、すみません、1、2、3、ちょっと待ってね、4、ちょっとくっついちゃう、5枚です。はい、こんな感じ。なんでだろうね、なんかどうやったらいいんだろう。なんか最初にこうやって切ったんですよ、縦にビーって。でこう切ってこうって思ったんですけど、全然切れなかったです。なんか何が正解かよく分かんなかった。少ないよね。なんでだろう、どうやってやったらいいの。普通にさ、ちょこちょこ切った方が早いのかな。はい、私は全然ダメでしたね。やっぱり手先が器用じゃないから、なんかダメなんだな。これどっちだっけ、ちょっと待って、これ私前間違えた、こっちです。はい、ということで黒みはたったの5枚です。ということで、はい、5枚です。5枚、びっくりマーク。またね、明日水木もね、楽しみにしたいと思います。まだね、明日のメンバーは最後にしか発表しないんですけど、結構手先が器用そうなメンバーだなって思うので、楽しみにしてます。5枚でもすごい、ありがとうございます、すごい優しい。はい、ということで、投げ選手権はこんな感じで終わりたいと思います。なんかこんな滑り出しで大丈夫かな、明日心配だな。誰でしょう、なんかね、楽しみにしててください。明日もね、あるので、はい、誰かはまた最後に発表します。ということで、ここからは近況報告などなどしたいと思います。私は話したいエピソードがすごくいっぱいあるので、順番にコメントを読みつつ話そうと思います。あ、でもコメントにね、明日のメンバーのまだ名前はなさそう。まあ楽しみにしててください。ということで、はい、私がそうずっと話したかったエピソードがね、一つあって、まだ出してないエピソードで、せっかくだから野行日で出そうと思って貯めてたエピソードなんですけど、あやねさんから誕生日プレゼントをいただいて、そう、それでアイシャドウをねもらって、そこに名前を刻印してくださったんですよ。名前を入れてくださって、その名前を何にするかっていうのをあやねさんが悩んでたみたいで、最初あやねさんが言ってたのはミンゴかハルカかクロミンっていう言い方をしてたんですけど、この3つのどれかにしようと思ったみたい でもハルカってなかなか呼んだことないなって思って、じゃあミンゴかクロミンだなみたいな思ったみたいで、それでどっちにしようってなった時に、ちょっとミンゴはちょっと恥ずかしいって思ったみたいで、クロミンって入れてくださって、さらにハートをね2つつけてくださったんですよ。そう、実物がねあるんですけど、見ますか皆さん、これちょっとね映っちゃうからあんまりはあれなんだけど、見えないよね。ここにね刻印してくださって、そうハートをね2つずつ前後につけてくださってて、すごい嬉しかったんですよ。嬉しくてやったーと思って、そしたらヤクボちゃんからもなんとパンプレをもらいまして、
そう、やくばちゃんもあやねさんもすごいミンゴにこの色が似合うと思ってプレゼント買ったからぜひ使ってねって言われて、それで開けたらまさかの全く同じものをもらって、全く同じアイシャドウで全く同じ品番なんていうんだ色全く同じ色だったんですよそう全く同じで、ね、2人とも同じやつをくれたからどっち先に使おうかなと思って、今は先輩なのであやねさんのをちょっと開けて今日は塗ってきました。あんまりわかんないかもしれないけど、そうシンクロニシティシンクロしてるんですよ。そうシンクロニシティすごいね。そうそんなねことあるんだと思って、すごいいろんな色があるじゃないですか、アイシャドウって。多分あんまり知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、すごいアイシャドウっていろんな色があって、いろんな結構キラキラの具合とかも違ったりとかするんですけど、全く一緒だってそうびっくりしました。なんかみんな多分似合うと思って、ミンゴが似合うと思ってこの色にしたよって教えてくれて、そうすごい嬉しかったそうすごい偶然本当に。そう色一緒なの今日ね、今わかんないと思うんだけどね、ちょっとここら辺塗ってるんですよね、わかるかな目力って違う、目力を出したいわけじゃなくてそうなの、色をね見てほしいんですけど、そうよかった、嬉しかったですわかる、ありがとうございます。そうなの、なんとタンプレでね同じものをいただいて、そうもうずっとメイク道具入れてるポーチみたいなやつにももちろんいつも持ち歩いてて、あと前に真夏さんからいただいた誕生日プレゼントのここにこう上からする粉があるんですけど、それもなんかお守りみたいな感じになってるんですけど、そうお守りみたいな感じで持ち歩いてて、結構それも1期生の先輩方が使ってることが多くて、真夏さんも使ってるよっていう話を聞いてちょっと嬉しかったですね。そうお守りみたいな感じで。 B 級ニュースか、 B 級ニュースねちょっと覚えとかないと、じゃあちゃんとメモっときます。もし使われたらあの時のやつだなと思って思い出してください。 B 級ニュースね、ちょっとメモっときますそう期待してますそうあのそう役本の部屋で、あの真夏さんと私の誕生日プレゼントのやり取りをしてたんですけど、あのあと真夏さんが使われてる詰め合わせをねいただきましたまさかまさかのいただいちゃいました、本当に嬉しかった。そう詰め合わせをねいただきました、ありがたくて本当に嬉しかったですそうまさかまさかの急展開、そうアーブルそうなのあ、なんだっけな、あ、そうだ、そう真夏さんでね今思い出したんですけど、あのバースデーライブのだいぶ前の話になっちゃったんですけど、結構乃木曜日がね久しぶりだから話したいことがすごいいっぱいあるんですけど、バースデーライブのそう4期生ライブの日に真夏さんとリリアさんが見に来てくださってて、それで制服のマネキンでセンターをやらせていただいたんですけど、その真夏さんがその私が制服のマネキンでこうイントロで階段から降りたんですけど、降りて出てくるって演出だったんですけど、その出てきた時にすごいかっこいいって言ってくださってたよっていうのをリリアさんが教えてくださって嬉しかったですね。そう懐かなくもはや懐かしいなって感じ。お制服のマネキンめっちゃ良かった、ありがとうございます。そう本当にね私も乃木坂を好きになるきっかけの曲でもあるのですごく嬉しかったです。
お、マネキンのあの瞬間鳥肌立った。ありがとうございます、嬉しい。現地で見てた。ありがとうございます。そうそう、なんかね、制服のマネキンとかやったんですけど、結構カマキリのね印象がね強い方も多いかなと思うんですけど、カマキリクロミが一番最高。ありがとうございます。普通のねクロミも最高って言ってほしいんですけどそう、あのね、カマキリはとか、そう、なんか水木さんと魚たちのラブソングで、真夏はもちろんなんですけど、あやめんと水木さんと一緒にやらせていただいて、あやめんとか真夏さんはすごい細長かったんですよ、かぶり物が。でも私と水木さんだけすごい結構足が多くて、水木さんそのなんか最後寄らないといけなかったんですけど、水木さんのすごい足がバン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 当たってて、一瞬水木さんが面白いからわざとやられてんのかなって思ったら、そうじゃなくて水木さんの足がすごい長くて、最後写真見たらカマキリの手と足とタコの足が手つないでたんですよそう、タコさ、水木さん、あのエイプリルフールの時にやられてましたね。そう、タコ下さんとね、カマキリ、黒目春カマキリがね手をつないだったっていう、そうなの、奇跡の一枚なの。そう、すごい水木さんのね、実は足が頭にバンバン当たってましたね。もはや懐かしいな。本当は、そう、タコシタさん知ってますか、タコシタさん。あ、そうだ、ブブカさんの話もしなきゃ、いっぱい話さないと。そう、はい、3月31日にブブカさんがもう発売されまして、すごいバナナマンさんのお話とか、いろんな真夏さんのお話とかさせていただいてて、その時のなんかカマキリの裏話も話してるので、皆さんぜひ、もう発売されてるのでチェックしてみてください。そう、あとね、アップチューボーイさんもありまして、4月21日に、ポストカード付きのセブンネットさんかなで買えると思うので、皆さんぜひ予約してください。そう、どこ行ってもね、最近カマキリの話すごいいっぱいしてるかもしれない。そうなの、予約しました。お、ありがとうございます。楽しみにしてます、届くの。待って、時間結構キツキツ大丈夫か、 OK なんかよかったよかった。あと10分、 OK、 ありがとうございます。そう、カマキリ革命っていうねタイトルだったんですよね、すごいですよね。セブンネットで訳した、ありがとうございます。アベマの MLB、 あ、そうですね、アベマさんのベースボールスペシャルサポーターに就任させていただきました。すごい話があっち行ったりこっち行ったりしちゃってるんですけど、そう、就任させていただいて、川崎さんと、川崎宗則さんと西岡剛さんと里崎智也さん、私たちの乃木坂野球部のね監督でもあります里崎さんと、で私でやらせていただきます。メジャーリーグを盛り上げたいと思うので皆さん楽しんでください。結構 WBC もやっぱりあって、すごい今まであまりメジャーリーグ見てなかったよっていう方も、メジャーリーグ見始めたっていう方も多くて、例えばエンゼルスの大谷翔平選手とか、アスレチックスの藤浪選手とかはもうですね、あとメッツの千賀選手とかは WBC は出れてないんですけど、すごいソフトバンクにいらっしゃって、そう、皆さん注目してるかなって思うので、そう、ペッパーミールの、ヌートバー、カージナルスのヌートバー選手とかそうですし、あとツインズの前田選手、あとはレッドソックスの吉田選手ですね、そう、ホームラン打ってましたね、とかすごいたくさんあるので、皆さんぜひ、日本人の方もすごい、そう、ダルビッシュさんも、パドレスのダルビッシュさんもやられてるので、皆さんぜひねチェックしてみてください。そう、明日の菊池さん、菊池選手もそうですね、
ブルージェイズの菊池選手も。そう、なんか幼稚園の時の、私幼稚園の時にちょっとだけチアリーディングやってたんですけど、そこがブルージェイズっていうチームで、なんかすごい親近感って言ったら変なのかもしれないですけど、ちょっと感じますね。そう、お化けフォークっていうね、下に落ちる球があって、千賀選手のそれがすごかったですねあ、こんばんは、ありがとうございます。そう、なので皆さんぜひ楽しみにしててください。そう、ちっちゃい頃にね、ちょっとチアやってました。お、ネバセイネバーのクロミンパート、あ、ありがとうございます。そう、なんかいっぱい話してるね。あの、乃木坂野球部、乃木坂野球が好きなメンバーで、ネバセイネバーというタイプ C に入ってる、ユニット曲を歌わせていただいてるので、皆さんそちらもぜひ聴いてください。それからさざ波は戻らないがね、アンダーメンバーで歌わせていただいてるので、こちら選抜の夢は、人は夢を二度見るももちろんなんですけど、アンダーの方とかネバセネバーもたくさん聞いてください。ネバネバなんて訳すんだろうね、ネバネバなのかな元気が出る曲。そう、すごいね、メンバーみんな元気もらってて、すごく勇気をもらえる素敵な曲なので、たくさん聞いてください。はい、じゃあ一回次に行きたいと思います。次、次に前回の配信メンバー、あやてぃさんですね。あやてぃさんからの宿題やりたいと思います。あやてぃさんからの宿題は、さっきも前半の方で言わせていただいたんですけど、最近どうよ、今度吉田とも肩組んでということで、はい、最近はもう明日からなんとアンダーライブが始まるので、皆さんタオルとかサイリウムとかパワーをたくさん送ってくれたら嬉しいですということで、そう、なんかマヤさん、和田マヤさんとかと肩組んだようにあやてぃさんとも肩を組ませていただきたいと思います。それからあと私はグータッチ、真夏さんにやらせていただいたようなグータッチもアンダル期間中にやりたいと思うんで、皆さん、あ、これだっていうのをもし見つけたら、またコメントとかでも教えてください。そう、ということでアンダラに向けて頑張ってます。こんな感じかな、こんな感じです。はい、楽しみにねしててください。いつ肩組むのかって感じですね。コンビ何コンビだろう。すごい、でも結構今回向き合うとことかも多いので、曲中でそこもね楽しみにしててください。あと楓さんとね、すごいなんか隣だったりペアみたいなのがすごい多くて、その話を楓さんとよくしてます。 そこもね楽しみにしててください。ということで明日のメンバーへの宿題を考えたいと思います。明日のメンバーは松尾美優ちゃんです。そう、松尾美優ちゃんならね、あのお花作る乃木曜日選手権もすごいうまくできそうなので、ちょっと楽しみですね。ということで宿題は何がいいですか。ちょっとコメントが来るのを待ちつつ、いろんなことを話したいと思います。これで合ってるかな、ホワイトボード、OK、ホワイトボードはマーカーですね、よかった、ありがとうございます。そうだ、今コメントであったんですけど、リアイベもあるんですね。なんだっけ、何日だっけな、6月18日かな、そうだ、6月18日リアルイベントがアット幕張メッセであります。そう、私たちと5期生ちゃんは新4期生と5期生は本当にリアルで皆さんにお会いするのが、なんと握手会とかも、あとプリンシパルもやったことがないので初めてなので、なんかすごい、なんだろう、なんか純粋な6期生みたいな気持ちでやりたいと思います。なんか1日だからね、着替えられるのか分かんないんですけど、皆さんがどういう格好してほしいみたいなのがあったらぜひ教えてください。それに着替えたいと思います。何がいいかな。そう、コメントをね、今コメントを待ちながらいろんな話をしてます。
お、リアイベイクありがとうございます。楽しみんご 楽しみんごだってすごい。ありがとうございます。チャイナか、チャイナね。え、カマキリショーはね、結構ね、着るのが難しいんですよ、あれ、一人で。そう、だから多分どっかにね、綺麗に保管してくださってるみたいなんで、ちょっと考えなくはないんですけど、カマキリ着ると一日中着ないといけないからね。そっか、握手できないんだよね。そう、でもお話はできるのね、皆さん。ぜひ待ってます。何がいいかな、コメント。難しいな。ミュータンさん、シワシワ。それもカマキリ、カマキリは私服 私服じゃないよ。何がいいかな。最近どうやりする、また2日連続で。あ、ゆりちゃんのモノマネ最新バージョン、いいね。それにします。あるかな。 OK、 じゃあみゆちゃんへ、ゆりちゃんの最新モノマネ、お願いします。ということで書けました。みゆちゃんへ、ゆりちゃんの最新モノマネお願いします。ビンゴ。ということで、はい、みゆちゃん明日お願いします。すごい楽しみだな。なんか最近あまりゆりちゃんの最新モノマネ見てないから、ちょっと楽しみですね。アンダラもあるんだけど、そっちも見たい。ミンゴハラ？いや、そんなことない。なミンゴハラではありません。で、はい。もうそろそろね、終わりの時間なので、ちょっと締めたいと思います。乃木曜日、火曜日も終わりの時間です。明日の乃木曜日の配信時間は決まり次第、ショールーム公式ツイッターでお知らせします。もう1分ぐらいありますね。明日からアンダラ頑張ります。明日からね、そう、最後の東京から始まって東京で終わるので、最後の東京まで岡本ちゃんの分も含めて頑張りたいなと思います。すごいいっぱいいろんな話したな。 履修登録もね、皆さん大学行ってる方は頑張ってください。高校の時もね、すごい6時間あったからね、高校は。で、土曜日もあった学校だったので、そう、なんかそれが自分で時間割登録するっていうのが不思議な感じ。そっか、講論をしてもらえるのか、アンダラで。それもね、待ってます。そう、ということで、はい、そろそろ終わりなので、皆さんまた明日の以降のアンダラで現地で待ってます。お会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。ありがとう。